ルドンは、フランス、ブルターニュ地域圏、イルイコールエイコールビレ圏のコミューン、ウスト川とビレーヌ川の合流地点に位置する。レンヌの 60km 南西、バンヌの東 50km、南東の北西 60km に位置する。左が、酸素修道院、右が、市役所庁舎832年以前の、この地域に関する文献は少ない。 ケルト系のレドネス族のウィクスがあったと見られている。ケルト語で浅瀬を意味するロドンが、ロドンに変化したという仮説は、現在のルドンの物理的状況が証拠として示されている。832年、コンウンがこの町を作った。丘の頂上部から、ビレーヌ川とウスト川の合流部分が発見すると、ヴァンキョ教座の女祭と、その追従者たちは、全員がこの地に関心を抱いた。 侵入者から守られた、この地は静かで、瞑想の理想に満ちていた。除災を辛抱するラトビリはこの地の領主となって、修道院を建てるための土地を寄進した。832年、板張りの小さな礼拝堂が作られた。ブルターニュ総督であったノミノエは、この修道院が数計を集める養子園を842年から853年に行い、木造の建物は、 最初の石造りの教会へ建て替えられた。今年は868年にこの地で没した。このことは今もルドン特許状大長に存在し、ラテン語で書かれている。この記録はレンヌ大師教座が保管するところとなり、歴史家たちが重要な文献とみなしている。851年、ノミノエの子エリスポエはルドン近郊バルにてフランク族を退けた。 修道会施設の周囲で徐々に人口が定着し、修道会の土地はやがて教区となった。千年を過ぎて教会は手狭になり、大きな教会を建てるべきと考えられていた。中世のルドンは、ビレーヌ川に面する利点を利用して、河川輸送で栄えていた。この名残は、川流域の旧下にある。14世紀のルドンは、三つの正門、三つの裏門、13、 ののの塔のあるる城城壁壁で囲まれてていいた旧市街からは城壁の遺構が出土し1449年、ブルターニュ公フランソワ一世は、ローマ教皇エウゲニウス四世からルドンに、司教座設置を許可する教書を授かった。フランソワ一世はルドンを愛し、ルドンの教会を称えるために死後自らを埋葬して、欲しいとさえ願った。しかし自らの勢力がそがれることを恐れたレンヌ死教。 バンル市境、南都司教が反対したため計画は頓挫した。女校、アンヌ時代の1488年、わずかな間ルドンに宮廷があった。16世紀以降、港の発展促進のためビレーヌ川に運河が開かれた。このおかげで海上を行く大型船が、レンヌの外港、ルドンまで航行可能となった。ビレーヌ川の港にし、潮の流れに従って、 船は積み荷を下ろしたり、平底船やボートに積み替えてレンヌまで川を登ることができた。デュゲトルアンフ島は17世紀から18世紀にかけての選手や貿易業者の住宅が立ち並ぶ、ルドンの河川輸送で繁栄した時代の名残となっている。1836年に南東ブレスト運河が流れ始め、流域が拡大した。19世紀の数十年間、河川輸送活動と、 産業発展はルドン住民の経済の心臓部であった。1862年、レンヌ、なんと、パリ、カンペールへとつながる鉄道が開通した。20世紀には工業活動がルドン経済を強力に後押しした。1980年代まで機械工業と織物工業が盛んだった。2007年9月現在、 コミューン内の児童約13.8%がブルトンごとの二言語学校で初等教育を受けている。参照元、1999年まで、イヘス、2000年以降 i NSEE。ありがとうございます。